おはようございます。森口でございます。今日もよろしくお願いいたします。今日は2月の5日の月曜日です。お題がこちら。恐怖のシナリオ。 日経平均7万円ということとで話をしていいいきたいと思いますこれは1月10日、三井住友 DS アセスメントマネジメントの実は恐ろしい日経平均7万円シナリオっていうのを検証してみたいなというふうに思いましたちなみに裏側のチャートは日経平均株価の週足チャートで今がここでここまで上がるっていう計算になるのでなんか今までめちゃくちゃ上がってるねなんていうふうに思ってたけどすっげーちっぽけな動きに見えるなというふうに思ったので、まあ、一体7万円っていうのが いつどうやって達成される可能性があるのかっていうのをね、検証してみたいなというふうに思っております。また、週の初め月曜日ということで、トレンド確認もね、させていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。 ということで、このチャンネルではこういった形で、最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析、必ず毎朝7時目標で更新をしております。なるべく耳だけで聞いてもわかるような形で、なるべくわかりやすい言葉を使って解説を続けていきます。毎朝更新しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまず、先週の振り返り、週間の投落率を確認していきましょう。日経金株価チャートはこんな感じで、投落率は1.14%のプラスでした、まあ。決算銘柄がね、結構好不調分かれていましたが、全体で 上昇してて終えたという形になっておりますトピックスに関しましても1.68%の上昇で大型株の上昇ね今,今週はすごく目立っていたなというふうに思います業種別で見てもですね半分以上の業種が週間で上昇しているところから比較的好調な週だったなというふうには見ております一方グロス250指数に関しましては1.02%の下落となっていますトレンド自体は大きな変化はないんですけどもね上に抜けるのか下にまたね持ってい 行くのかみたいなところはちょっと気にしておかなければいけないですねニューヨークダウです1.43%週間で上昇しこちらもまた改めて市場最高値を更新している状態です S&P500 1.38%の上昇同じく市場最高値更新ですねなんといってもね今週はマグニフィセントセブンの決算発表が相次ぎましてねメタとかアマゾンの上昇が牽引したという形になってますでも全てが上がってるわけじゃないしねちょっと火種がくすぶってるようなところも感じるのでそこは注意してみていきましょうね n a s d 1.12%の上昇で昨年来高値を更新していますただラッセルは0.59%のマイナスすべてが上がってるわけじゃないっていうのは共通していますねこちらは金曜日が終わった後の値になっていますが日経平均先ほどごめんなさいちょっと漏れちゃったんですが大体300円ぐらいのプラスで終えているという形です為替は148円の35銭です原油が72.41ビックス13.85長期金利4.024 ラッセル0.68%の下落でソックスは1.31%のプラスですから今日も半導体関連が強いのかっていうのがね一つ鍵になるかもしれませんね。 暗号資産、これはリアルタイムな動きになっていて、下落が目立っていて、中でも眠の下落は大きいものになってますね。それでは見ていきたいと思います。日経期7万円節検証、いつどうやってということで話をしていきますが、先ほど見ていただいた週足チャート、それぞれの星取り表をつけてみました。特にね、チャート上、なんか線の向き、株価の位置、順番とかに大きな変化はないとは思います。間違ってたらすいませんが、まあ、そんなに変わってないというところだけご留意ください。そして、大型株よりも小型株がちょっと弱かったかな、 っていう印象のある州ではありました。終わった後の日経新聞だけ確認させてください。ダウが続伸した理由は高決算のハイテク外いでナスダックが続伸しているっていうのがやっぱり一番大きかったんじゃないかなというふうに思います。もう一つ重要な経済指標でね。 雇用統計が市場予想をめちゃくちゃ超えたということで、ちょっと利下げ観測後退したんですけども、いや、経済強いでしょうと。むしろスケーキ交代来ないんじゃないみたいな、そんな楽観的な受け止めもあったのかなというふうには思っております。中でもメタプラットフォームズのね、決算後の20%上昇というのはめちゃくちゃ大きかったですよね。配当金とか自社株買いっていうのがね、評価されたのかなというふうには思っておりますが、先ほどヒートマップ見ていただいた通り、全てが上がってるわけじゃないし、一部のね、銀行 株なんか大きく下落したり日本の銀行株でも下落してる株があるのでそこはご注意くださいそれでは見ていきましょう今日テーマにするのは日経平均が7万円いくかもしれないというシナリオになっていて1月10日に三井住友 DS アセットメネジメントが発表したレポートを元にして話をしていきたいなというふうに思っていますちなみにサムネイルにも使いました日経平均株価の週足チャート今はこの辺なんですよね今年になってめちゃくちゃ上がったねなんていう話をしていましたが仮に7万円まで上がるとね本当にちっぽけなものに見え 見えるんじゃなないいいかなという,ふうには思いましたで、このシナリオには3つシナリオがありまして、1つ目、デフレ脱却で始まる日本株の長期上昇相場。2つ目、ROE の改善のインパクト。 3つ目、実は恐ろしい、2景気7万円シナリオということで、まあ9年、6年、2年みたいなね、まあそんな時間軸で捉えられていて、もちろんすごく短期的に7万円まで行くっていう話じゃないんだなっていうふうには捉えておいてください。ただ2年後のこういうのはね、ちょっと気になりますよね。ちょっと順番に確認させてくださいね。まず、前提として置いておきたいのはこのデフレ脱却っていうね、キーワードなんですよね。デフレが脱却するとインフレになる、つまり物価が上がるってことですね。で、物価が上がると、 企業業績が改善するので、まあ、賃金も上昇して、まあ、賃金上昇と物価上昇が好循環に入って、 でいけば GDP が成長してで EPS っていうのは一株益のことなんですけどもこれも上がっていくんじゃないっていうことなんですそしてこのグラフは何を示しているかっていうと GDP と EPS は相関関係にあるよっていうことを示してるわけですねつまり、まあ、本当に好循環に入ってデフレ脱却して GDP が上がっていけば EPS も上がっていくその相関関係が本当にこれからも続くんであれば EPS が上がった分だけ株価も上がるんじゃないっていうそういう計算ができるということなんですよねで実際 実際に GDP が何上がると EPS は何上がるんですかっていうのが一応検証としてこんな形で出ています。これ、回帰値ってやつですね。で、実際に GDP が2.25%拡大した場合には EPS はだいたい増益率で9.1%になるらしいというデータが検証で出ています。で、仮にこの9.1%が今後も続いていくならばというシミュレーションによればだいたい8年から9年後ぐらいに EPS IS が2倍以上になります業績が2倍以上になれば PR が20倍とか25倍とかそこまでいかなくてもね15倍のまんまだとしても日経平金株価も2倍以上に上がってもおかしくないわけですから、まあ、7万円超えてきてもいいんじゃないかと。 いうシミュレーションですね。まあ、わからなくもないけどね。本当かよって気持ちはありますよね。続いてシナリオ B いきましょう。ROE の改善で上昇を6年後に7万円突破ということで3年間ね、短縮されています。で、これも前提としましては先ほどの増益率9.1%つまりデフレ脱却して GDP が増えていきその分だけ EPS 増益率は9.1%した場合それプラス ROE の改善っていう テーーマが乗っかっっっかてててくれれば3年短縮さまますすよいいいうそういうそデータになっています今ちょうど東京証券取引所が資本コスト改善に対する要請を出してきていて PBR1 倍未満とか ROE8% 未満の企業に関しては対策を開示しなきゃいけないし実行のねその過程も開示しなきゃいけないみたいな感じにどんどんなってきてますよねそっちがより進めばもっと早まるよっていうそういう話なのかなというふうに理解しましたでそうすると6年後にはね ROE が11.8%まで改善されてくるんじゃないかと想定されておりましてで ROE と PBR も相関関係にあり ROE が11.8%になるならば PBR は1.4倍から1.97倍に上がってくるということなんですよねでここから7万円を導き出すにはちょっと複雑な式があるのであえて載せてはいないので詳しくは三井住友 DS アセットマネジメントの記事の内容を見ていただきたいなというふうには思うんですが ROE がた pbr が高い方が、まあ、評価されているってことになるし評価されやすくもなっていくので、まあ、お互いが上がっていくことによってですね株価はまあもっと 速度を持って上がっていき3年間短縮された6年後には日経平均が7万円を超えていてもおかしくはないという数字が、まあ、理屈上出てくるというところを押さえておいてくださいこれが2つ目のシナリオでしたそして3つ目のシナリオですねそれが恐怖のというふうに言っていたんですが何かというとハイパーインフレで冒頭する株価というタイトルがついていましたハイパーインフレっていうとすごく悪いイメージがあるんですけども 実は株価はめちゃくちゃ上がっているというデータがアルゼンチンとトルコの例で紹介されていますアルゼンチンもトルコもですね足元でインフレ率がすごく高いんですよねすごく高いんだけども MSCI の株価指数と比べてもですね明らかに上がってるよねっていうのが分かりますねでもそんなんなってもね経済ズタボロになってんじゃないのっていうふうに思うかもしれないんですが実際に右側見ていただくと消費者物価指数つまり物価がめちゃくちゃ上がってるぞっていうのはわかるんですけど それ以上にアルゼンチンとトルコの株価指数が上がっちゃってるんで、まあ、物価の上昇率より株価の上昇率の方がアウトパフォームしちゃってるんですよね、まあ、株価に貼っとけばインフレはなんとか対策できるという状態になってるし、まあ、それはなぜ起こってるかっていうとインフレヘッジのための株のニーズがあったからなんじゃないかなというふうに思います、まあ、やっぱりお金の価値が下がるのがインフレですよね 物の価値が上がってしまうためであ何かに変えておこうっていう形になってお金が株に移っていったって形になり、まあ、株価指数が上がっていくってことになるので、まあ、日本はねその潜在性があるんじゃないかっていうそういう話なんですよねあんまりこれもイメージつきにくいですけどもね実際に、まあ、今日本の中では政府の債務残高っていうのがどんどん上がっていってで仮に金利が上がった場合にはこの債務残高が増えていく速度も上がっているんですね債務ですからねで債務が上がるってことは 信用が低下しやすくなりますよね、まあ、その信用の低下の面でいくと円安になりやすい円安になった場合には輸入物価が上昇しやすくなりますよねでさらにインフレが加速してしまった場合にはさすがにインフレを抑制する必要があって金融引き締めをしなければいけないですよねで、インフレがこのまま加速止まらないという形になるとですね預金日本はたくさんあるんですけども、まあ、それがリスクヘッジの株となる可能性もあるんじゃないかってことですね。 平均も冒頭する可能性があってわずか2年程度で7万円を超えてくるというシナリオも一応この過去のこういう事例からは計算できるみたいですただこの3つのシナリオを見ていただいて皆さんどう思いましたか僕は「本当かよ行くわけねえじゃねえか」っていうのが本音ではありますでどうしてかなどうしてそう思っちゃうのかなというふうに思ったんですけど僕は今40歳で,で社会人になって以降のインフレっていうのを経験したことがほとんどない ないんですよねだから実感がないハイパーインフレとか聞いても外の世界の話みたいな形だしまたこの「本当かよ」って思うのは 景気の波、株価の波を考慮してない気がしたんですよね。シンプルにこの成長率が続いていくならば、右肩上がりで株価も上がっていく可能性が高まるよねっていう話なんですけど、やっぱり景気も株価も上下していくわけですし、一つ一つのリスク要因によってものすごい下がるタイミングとかも出てくるけど、もっとすごく講義なね、話だと思うんですよね。だから長期的には可能性は十分あるんじゃないかなと理解をすることが今回できました。だから僕がやらなきゃいけないのは、もうデフレで染みついたこのデフレマインド、 っていうのをイインンフレマインドに切り替えて実際にインフレが起きている国の経済成長率とかインフレが起きている国の景気動向とかをしっかりと参考にしていかなきゃいけないのかなというふうに思いました、えー、皆さんもですねどうすればデフレマインドを脱却できるのかは答えはないんですけどもインフレマインドへの転換っていうのを意識していただくときっとこの話がもっとしっくりくるんじゃないかなというふうに思いますということで今日の動画のまとめです日経平均株価は7万円まで上ががる説というのが出ていたの で検証していきましたデフレ脱却と gdp 成長率が鍵でしたね GDP が上がっていけば EPS も上がっていくよという相関係数があって、そして EPS が9.1%成長が続くんじゃないかというシミュレーションのもと、それがずっと続いていくと9年後には EPS が2倍以上には上がっているので、7万円ぐらいに PR が変わらなくても上がるんじゃないっていうのが最初のストーリーでしたね。そこにプラス、今、資本コスト改善要請っていうのが出ているので、ROE とか PBR の上昇っていうのがずっと伴えばえ、追加で3年短縮できるんじゃないかという話でし そして最終的にちょっと恐怖のシナリオという形で仮に日本がハイパーインフレみたいになったらリスクヘッジの現金から株へのシフトが起こるので暴頭する可能性もあるんじゃないということでしたただ今はねどちらにしても7万円っていうイメージがつきづらいけどもメインストーリーとなっているデフレ脱却っていうのをどんなインパクトがあるのかっていうのをねきちっと転換して考えていく必要はあるんじゃないかなというふうに思いました経験がない分僕もすごく難しく感じている部分ではあるんですけど もしっかりと意識も切り替えて見ていきたいなと思うのとあとやっぱ波を考慮してね、えー、長期的に持ってるものと短期的な上下を狙ってるものはまた違うのでそこはしっかりと考えていきたいなというふうに思っておりますそれではですね指数の売買戦略週足の一目均衡表と MACD を使って見ていきましょうはいまずは日経平金株価になります日経平金株価ですがうん週足チャートで見るとねまだまだしっかりとした動きだなって感じがしますよね下の MACD に関しましても MACD 自体が上向きですしずっとこのヒスト グラムがねね濃いい緑色を続けていますよ、ね、日本の差が開き続けているってことで、まあ、一定のモメンタムもまだまだ保っているという分析になるのかなというふうに思いますひとまずどこまで行くのかしっかりと見届けていきたいですねトピックスに関しましても基本的には同じですね一目均衡表の中で、まあ、サポートからちょっと離れているのでもう上への勢いが強くて MacD を見るとその勢いがしっかりと現れているという形になっていますグロース250指数見ていきましょうこちらも MacD を見る限りはねしっかりと上向きになり つ,つあるのかなといいいいうふうには思えるんんんんですがいかせんんあんまり上昇しきれてないってなっのがね正直なななとところなのかなと思いますそして2月の後半ですね、雲のねじれがあるということになりますので、この辺はちょっと注意して見ていきたいのと、あとまあそのまま時間が進んでいくと、雲や、あとは地高スパンがこのように26週間前の株価にぶつかってくるので、まあ、こういったところで抵抗を受けて下がるのか、もしくは抵抗をぶち破って上向きトレンドに変わるのか。 ししっかりと確認していきたいですすねニューヨーヨクダウにに関しまししままてても非常に加速してる感じがありますただ、まあ、日経平均株価とかトピックスと違うのは足元のこのヒストグラムの色が薄くはなってきているということで、まあ、ここの上昇12月11月の上昇が強かったっていうのはあるんですけどもそこと比べると上昇の勢いは鈍っているが強い状態が続いているって感じですねこちらは S&P500 になっています S&P500 はなんかね足元でまた勢いがついてきたっていう形なんでしょうかね角度的にも近いですしあと MacD のねこのヒストグラムの色の辺 見てていいただいてもちょっとね、勢い鈍ったかなーって思ったのは2週間ぐらいなんですよね。で、ここでグググっと上がってきてね、生成 AI のテーマであるとか、あとは決算なんかも絡んだりね、してまた上がってきていますね。ナスダックに関しましてはこんな形です。これもまあ、ヒストグラムの色だけ見るとね、 S&P500 と一緒で足元でもう一回勢い取り戻しているって感じですね。ナースタックもね、史上最高値まで超えてくるとすごくなんか加熱感があるようなでもやっぱそうなるんだなっていう展開に見えますよね。ちょっと心配なのがやっぱグロース250指数ですかね。グロース250指数に関しましてはちょうど転換戦ぐらいということで最高値を更新している他の指数に比べるとやっぱり弱いっていう感覚が強いですし、地高スパンと26周前の株価もほぼほぼ同水準にいるっていう形になってますね。 で、決して弱いチャートっていう感じではないんですけどもね明らかに他の指数とは違うというところでもしかしたらここにまだ火種が眠ってるかもしれないぐらいはね抑えておいた方がいいかなというふうに感じました。はい、ということで今日は日経平均が7万円まで上がる説っていうのの検証をしていきましたで、やっぱ重要なテーマは、ね、デフレ脱却っていうところが1つテーマになってくるんだと思います。ここれれかかかからもデフフフレレレなななののののイインンっっていいうのはねすすごく意見の分かれるととろだと思いますしましたた実際にインフレになったから 本当に、ね、日本が経済成長するのかっていうのは今後推移としてしっかりと見ていかなきゃいけないあくまでも一般的な今まで見たものの過去のデータからの検証に過ぎないのでもちろん大きなブレが出てくると思いますしシナリオ3つの期間も全然違いますしね。 ただ大事なことはやっぱりデフレからインフレにマインドチェンジしてですねしっかりとインフレになった時の事例なんかを元に自分でシミュレーション立てていくってことはすごく重要なんだろうなっていうふうに思うしこの内容に理解ができる納得ができるということであればやっぱり日本株に乗るっていうのはね決して悪い手段じゃないんだなっていうふうに思えますよね長期的にはねそこも重要なポイントなのかなというふうに思いましたそれでは今日もお知らせを入れさせてください個別銘柄をとことん分析するマガジンなんですが毎週金曜日更新で分析記事を 1> 1本アップしています。最新の記事は新忍者で買ってみる配当狙いの注目株ということで小型株じゃなくてもう少し長期的に大型株を買ってみようみたいな観点から選んだ3つの銘柄があったのでそこをご紹介している記事になっておりますよかったらノートの URL を初月無料なんでぜひぜひチェックしてみてくださいよろしくお願いしますまた特別対談オンラインイベントのご紹介です2月16日金曜日21時30分からガチソクファイヤーを一緒に作ってくださった東洋経済新報社の今 あやとさんとの無料オンライン対談イベント開催予定がございますこちらは p t i c の URL が概要欄にありますのでよかったらチェックしてみてくださいまたこの本分かりやすく要約してくださった動画が2本ほどありますのでよかったらこちらも合わせてご覧くださいということで今日はこんな感じで終わっていきます今日の中でも何か参考になりましたらグッドボタンとまた明日以降もこのような形で朝7時目標で頑張って更新していきます毎日チャート分析チャンネルのチャンネル登録ぜひぜひお待ちしておりますそれではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさようなら